はい、では文献紹介ということで、鈴木が発表いたします。今回、紹介する文献は、モデリングセマンティックリレーションシップインマルチターンカンバセーションズ with hierarchical latent variables というタイトルの論文で ACL の論文になります。はい、アブストラクトです。この論文では、マルチターンの対話システム、カンバセーショナルセマンティックリレーションシップ RNN、CSRR というものを提案しました。で、この CSRR は、発話間の意味的な関係性を捉えられるというふうに述べています。具体的なモデルとしては、既存の、VHRED に3つの潜在変数を追加したという形になります。で、Ubuntu ダイアログコーパスと、コーネルムービーダイアログコーパスで、ベースラインを上回る結果を出しました。イントロダクションです。人間の対話というものは、マルチターンで行われるもので、その応答というものは、対話文脈に依存しているというふうに考えられています。この対話文脈に対する、アプローチというものはいろいろされていて、代表的なのが、HRED と呼ばれるもので、これが、階層構造のリカレントニューラルネットワークで対話履歴情報というものを考慮できるようなモデルというものを作りました。これに VAE を導入して、HRED の多様性、発話間の意味っていうものの学習っていうものを向上させたのが VHRED と呼ばれるモデルになります。でまた、発話とクエリ間の類似度スコアを重み付け和で表現するしたものが WSEC と呼ばれるモデルで、発話履歴と単語レベルにアテンションをつけたものが、HRAN と呼ばれるモデルというものが提案されています。筆者らは、対話文脈のアプローチには発話間の意味的関係性を理解することが重要だと考えていて、これには、VAE が、有効に効くというふうに考えたそうです。この VAE を導入することで、先ほど VHRED の方でも言いましたが、発話の応答の多様性と発話間の意味を学習することができるようになります。ただ、クエリ、その応答の直前の発話ですね、クエリと応答間の関係性にも注意を払う必要があるというふうに筆者らは述べていて、この提案手法の CSRR は、談話レベルの潜在変数によって、クエリ応答間の一貫した意味というものをモデル化しています。このクエリ応答ペアによって共有された共通の潜在変数を用いて、クエリの特定的な意味と応答をそれぞれ潜在変数でモデル化します。そしてそれによって、内容の違いというものを把握していきます。で、提案手法になります。UT が与えられたときに、UN のマイナス1がクエリで、他が対話文脈になります。で UN が、応答になります。モデルの形としては、その VHRED に3つの階層の潜在変数というものを追加していて、1個が会話が行われる全体背景をコントロールする ZC のと呼ばれる潜在変数と、クエリとオートペアにおけるトピックの一貫性を捉える ZP、それから内容の違いって、クエリと応答の、単語的じゃなくて意味的な単語的な内容の違いっていうものをモデル化する ZR というものを追加しています。はい、で、各発は UT というものを YGRU で、ベクトル VT にエンコードしていきます。この時 ZC は談話レベルの潜在変数で、ガウス分布を事前分布とします。この ZC の推論のために、YGRUFC を、学習セットにおける全ての発話ベクトル V に使用しています。この式になります。でこの時、MLP がフィードフォワードネットワークで、ソフトプラスが、活性化関数になります。で、VAE では、テキストは潜在変数から生成することができます。ZP は、クエリとオートペアにおけるトピックをモデル化するために使用していて、ZP はエンコードされた発話 HCN-1 と応答の潜在変数 ZC からガウス分布を仮定してサンプルされていきます。でトレーニングでは、クエリと応答を生成するために、式20というものを利用していて、目的関数がこちらの式21になります。で生成確率を最大化して KL ダイバージェンスによって調整するようにしてトレーニングを行っていきます。実験です。今回利用したコーパスは、Ubuntu ダイアログコーパスと Cornell Movie ダイアログコーパスと呼ばれるコーパスを利用しています。こちらどちらも3発話以上あるものを利用していて、言語が英語になります。で、ベースラインは HRED と VHRED と、この VHCR が、先ほどの、先行研究でなかったんですけど、これも、VAE を利用した階層モデルだそうになります。で、評価は、自動評価と人手評価の2種類に分けられます。自動評価では、アベレージグリーディエクストリーマという、埋め込みベースで生成応答とラベルの意味類自動の評価尺度をと、ディスト1と2で、多様性の評価尺度の2つを用いています、2種類を用いています。で、人手評価は、以下の観点から、ちょっと抜けてるんですけど、1から5のスケールで評価しています。フルエンシーで、流暢性、生成されたテキストが文法的に正しいか、コヒーレンス、応答と文脈間で意味的一貫性があるかと、応答が意味のあるもので単語の使い方は正しいかと呼ばれるこの3項目を1から5のスケールで、評価しています。で、結果になります。で、これどちらのデータセットにおいても、自動評価、人手評価ともに、提案されている CSRR が、最も高い、スコアを出しているということがここから分かります。で、さらに、論文から一部持ってきたんですけど、これが応答の例になっていて、例1のような、難しい質問に対しても、CSRR はちゃんとした答えを返しているみたり、簡単な質問の場合でも、他のモデルは割と普遍的な応答を返すんですけど、CSRR は多様な応答を返すことができるというふうに筆者らは述べています。コンクルージョンになります。マルチターン対話における意味的依存性を学習するモデル CSRR を提案しました。3つの階層的潜在変数を意味的関係性を捉えるために利用しています。で、自動評価と人手評価でベースラインを上回る結果を出しました。フューチャーワークとしてトピック変化に対する強化学習などを導入したいというふうに筆者らは述べています。以上で発表を終わりにします。